はい、黒沢先生です。さあ、先生は今どこにいるでしょうか。正解は新宿の四ツ谷四丁目交差点です。この交通量の多い四ツ谷四丁目交差点、ここに昔大木戸がありました。多摩川上水の最終地点、四ツ谷大木戸です。木戸とはいわゆる関所のことで、昔はこの交差点のあたりに関所があったとされています。四ツ谷四丁目の交差点からおよそ東側に80メートルほどのところに四ツ谷大木戸跡ということで石碑が立っています。またその四ツ谷大木戸跡の石碑のすぐそばには高さ4メートル60センチほどもある大きな石碑が立っています。この石碑が立っている後ろの大きな建物、これは四ツ谷区民センターです。この四ツ谷区民センターはちょうど水番屋、つまり多摩川上水の最終地点に建てられていた水の管理をする建物が建っていた場所です。この場所が多摩川上水水番所跡ということになります。そしてこの大きな石碑は水道石踏みの木といって、多摩川上水がここまで開かれたよということを記念した石碑です。というわけで今日は四ツ谷四丁目にあった四ツ谷大木戸、多摩川上水のゴール地点から黒沢先生がお送りしました。ではまた。